皆さんこんにちは。バジ文化応援アイドル桜花の奇跡の星野奈々です。毎週土曜日のメインレース予想を桜花の奇跡のメンバーが交代でさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。さて、桜花のやぶさめガールで馬の筋肉が大好きな私星野奈々が本日予想していきたいレースは、12月17日土曜日に行われる当月特別です。さて、こちらのレースは A2 の1クラスで行われる直線 200m のコースで9頭が出走します。スタートして少し歩くと高さ 1m の第一障害が設置されていて、その第一障害を超えると次に待ち受けるのは高さ 1.6m の第二障害と、2つの障害を上り下りする息の入れ方が重要になってくるコースです。今回のレースでは最高 725kg の重量物を乗せたソリを引いて競います。万栄競馬は途中で休ませたりなど、ペース配分も重要になってきます。さあ、そして今回のレースで私星野奈々が気になった馬場たち2頭を早速紹介していきたいと思います。まず1頭目は津軽の広いものです。津軽の広いものは A1 の1クラスを経験しています。A2 クラスでは高確率で馬券圏内をキープしたりなど、かなり好走しているイメージがあります。そして馬体なのですが、栗毛の可愛らしい顔らしからぬずっしりとした馬体と力を秘めているであろう友の筋肉量がとにかくすごいですね。あの安定した走りはあの友が秘訣なのかもしれません。さあ、そして2頭目は正宝です。正宝は前回私が馬周子特別で予想をして押し馬として挙げさせていただいたんですけど、その時1着になりました。ぜひね、今回もあの全体的にずっしりとした馬体は安定した走りを見せてくれるであろうということで、今回も期待していい1頭かなと思いますので、押し馬として挙げさせていただきたいと思います。以上が7種の注目の2頭です。さあ、そして馬券はこちら、じゃじゃん。馬タンマルチで津軽の広いものから正宝、そして俺の大将山のコーネルと、この馬券で勝負したいと思います。この馬券を当てていい週末にしたいと思います。皆さんもぜひよかったら参考にしてみてください。以上、桜花の奇跡のバンバ塾でした。バイバイ。